うん、まあ、ボルニーもまだ最近勝てないし、はい、その前フレイタスもいるんで、うん、まあいいっちゃいいと思いますけど、まあうん、まあ自分のプレー次第ですかね。でもあの出発の時のちょっと自信なさげな感じよりはもうだいぶ、はい、まあ結構勇気は出ました、まあチャンスがあるんで、まあでもまだ自分の調子がまだ追いついてないので、まだ明日明後日あとダブルスもやりながら調子が上がればいいなと。でもちょっと自分の中で見えてきたっつったら変だけど、はい、一戦も勝てないっていうあの気持ちからはちょっとは。そうですね、まあドローのおかげでモチベーション上がりました。午後の練習は割と午前中よりは元気なように感じたんで、緊張してた、はい、ドロー出るまでは。ああもう緊張してましたね、まあそうですね。じゃあちょっとあと2日の調整と、はい、まあ、ダブルスが始まっても、はい、ダブルスも割と組み合わせはいけそうな、はい、まあやっぱりリャンジン君、リンガオイエンの後、うん、香港のペアが、まあやっぱりそこに勝たないとメダルは難しいので、うん、まあ難しいと思いますけど、まあまず中国ペアに勝てれば、まあでもまあ自分たち初出場なので、はい、まず2試合勝っていい状態で中国ペアに挑戦できればいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。